ラッセル・キャリントン・ウィルソンは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の、アメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。現在 NFL のシアトル・シーホークスに所属している。2019年のフォーブススポーツ選手長者番付では、アメリカンフットボール選手1位、全体で6位である。オハイオ州シンシナティで生まれた。彼は、バージニア州リッチモンドで育った。 3歳の時に野球を始め、4歳の時に父親や兄とフットボールを始めた。彼の先祖はアメリカ連合国の奴隷であり、南北戦争で解放された。またネイティブアメリカンの血も少し混ざっている。ウィルソンの祖父はバージニア州のノーボーク州立大学の学長を務めた。ケンタッキー州立大学時代にはアメリカンフットボールとバスケットボールをしていた。彼の父親は、 弁護士で IB リーグのダートマス大学でアメリカンフットボールと野球をしていた。1980年のプレシーズンにはサンディエゴチャージャーズで開幕ロースターを目指していた。母親は看護婦で特にリーガルナースコンサルタントの資格を持つ。教育熱心な両親のもとに育った。リッチモンドでの私立進学高校在籍中には2005年に3287ヤードを 投げて 40td、ランでも634ヤードを走り 15td を上げた。最終学年の2006年には3009ヤードを投げて 34td、7インターセプト、ランでも1132ヤードを走り 18td を上げた。2006年7月23日、ノースカロライナ州立大学への進学を決めた。なお、デューク大学からも奨学金のオファーを受けていた。 ノースカロライナ州立大学では2007年シーズンをレッドシャツで過ごした後、1年時の2008年、4年生 q b ダニエル・エバンズ、3年生 q b ハリソンベックと先発 q b の座を争った。シーズン後半からは先発 q b に定着し、この年彼は先発した7試合で最後の4試合を全勝し、4勝3敗の成績を上げた。 東カロライナ大学戦では 3td を上げた。その年、ラトガーズ大学とのパパジョンズコムボールでは、前半だけで186ヤードを投げて 1td、46ヤードを走った。しかし前半終了間際、敵陣4ヤードラインからスクランブルした際にタックルを受けて膝を負傷した。この試合中に、フィールドに復帰することはできず、彼をリリーフした、Q、b が3インターセプトをし、 チームは23から29で敗れた。この年パス275回中150回成功、1955ヤード 17td1int の成績を残した。また116回のランで394ヤードを走り 4td を上げた。この年彼はアトランティックコーストカンファレンスのファーストチームに選ばれたが一年生 QB がファーストチームに選ばれたのは 史上初であった。2009年9月19日の試合で、これまでアンドレウッドソンが持っていた NCWA 記録を更新する325回連続でインターセプトなしの記録を作った。この記録は10月3日のウェイクフォレスト大学戦でのジョシュ・ブッシュにインターセプトされるまで379回まで伸びた。この記録は2012年11月10日。 ルイジアナ工科大学のコルビー・キャメロンが更新するまで NCWA 記録であり続けた。2010年は9勝4敗の成績で終えて、ウェストバージニア大学とのチャンプススポーツボールでも23から7で勝利した。彼はパスオフェンスでカンファレンスの q b トップの1試合平均274.1ヤードを獲得、トータルフェンスでもカンファレンストップの307.5ヤードを 獲得した。2010年5月、コミュニケーションの学士号を取得し、3年で、ノースカロライナ州立大学を卒業した。2011年1月、コロラドロッキーズのトレーニングキャンプに参加した。一方、NFL スカウトコンバインには招待されなかった。同年4月29日、残り1年を残して、ウィルソンへのノースカロライナ州立大学からの、 奨学金を停止することが、同大学ヘッドコーチとムー・オブライエンより発表された。ウィスコンシン大学時代のウィルソン2011年6月27日、ウィスコンシン大学のヘッドコーチが、ウィルソンがその年ウィスコンシン大学でプレーすることを発表した。シーズン開幕戦のアネルビー戦では二百五十五ヤードに TD を上げるとともに、四十六ヤードの TD ランを含む六十二ヤードを走り、 チームは51から17で勝利した。この年彼は、パス3175ヤードを投げて 33td、4int の成績を上げて、ビッグテンカンファレンスのファーストチームに選ばれた。またグリーシーブリーズ、ビッグテン最優秀 QB に選ばれた。12月3日のミシガン州立大学とのビッグテンカンファレンス優勝戦では42から39で、勝利。 その試合の MVP に選ばれた。同年12月、ヤフースポーツからオールアメリカンサードチームに選ばれた。またハイズマンショーの投票では9位となる52ポイントを獲得した。2012年1月2日のオレゴン大学とのローズボールではパス25回中19回成功、296ヤード、2td、ランでも18ヤードを走り、1td を上げたが、 チームは38から45で敗れた。この年、ウィスコンシン大学のシーズン記録となる3175ヤード 33TD を挙げた。また、NCWA ディビジョン I のシーズン記録となる QB レーティング191.8を記録している。2012年1月28日のシニアボールに出場した。2012年1月16日。 NFL スカウトコンバインに向けて、フロリダ州ブレーデントンにあるイムグアカデミーでトレーニングを始めた。ドラフト前、彼はドラフト注意での指名が予想された。2月に元 NFL の QBE、クリス・ウィンキは、ウィルソンについて、彼が6フィート5インチの身長があったなら、その年のドラフト候補でナンバー1の QBE だと述べた。4月11日、 ESPN マンデーナイトフットボールのアナリスト、ジョン・グルーデン・モ・ウィルソンは、背の低さがなければ、ドラフト1、2巡で指名される選手だと語った。ほとんどの人が、彼の身長は、NFL の QBE には、低すぎると思っており、活躍を予想していなかった。NFL スカウトコンバイン時の面接について、ジョン・ドーシーは、人間としての強さや、知性の高さ、メンタル面でのタフさ、 他の選手を統率するカリスマ性などが断トツだったと語っている。4月27日のドラフトでは3075位でシアトル・シーホークスに指名された。シーホークスがドラフト指名した QB としては1999年に全体77位でブロックハードが指名されて以来の高順位での指名となった。 同年5月7日にシーホークスと4年299万6千ドルで契約を結んだ。トレーニングキャンプでは先発待遇でグリーンウェイパッカーズから移籍してきたマット・フリンやタバリス・ジャクソンと先発を争った。8月11日のテネシー・タイタンズとのプレシーズンゲームでデビューした。プレシーズンの2戦で活躍した彼は8月24日のカンザス・シティ・チーフスとの プレシーズンゲームで初先発した。8月26日にウィルソンが先発 QB となることが発表された。9月9日のアリゾナカージナルスとの開幕戦ではパス34回中18回成功、153ヤード、1TD、1INT でチームは16から20で敗れた。3試合目のグリーンベイパッカーズ戦ではゴールデンテートへのヘイルメアリーパスが TD となり、 14から12で勝利した。このプレーをめぐっては、審判に対する NFL のロックアウトによる、代替審判による判定が問題となった。第10週のニューヨークジェッツ戦で、パス19回中12回成功、188ヤード、2TD、ランでも7回34ヤードを走り、その週の NFL 週間最優秀新人に選ばれた。第十三週のシカゴベアーズ戦では、 パス37回中23回成功、293ヤードを投げて NFC 最優秀攻撃選手に選ばれた。第16週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦では 4PT パスを決めて42から13で勝利した。c h a ークスが5勝を挙げた12月には QB レーティング115.2をマークして NFL 月間最優秀新人攻撃選手に選ばれた。 この年、シーズン前半はパス回数が少なかったが、後半にはパス回数が増加した。NFL4 位の QB レーティング100.0をマークして、それまで、ベン・ロス・リズバーガーが持つ新人 QB 記録98.1を更新した。またパスで3118ヤードを投げ、ベートン・マニングが持っていた新人 QB の TD パス記録に並ぶ 26TD を上げた。 またランでも489ヤードを走り 4TD を上げた。彼のスクランブル能力はプロフットボール伝導入りを果たしているフランター・ケントンと比較された。この年全試合で先発 QB を務めた彼は11勝5敗の成績でチームをワイルドカードでプレーオフに導いた。ワシントン・レッドスキンズとのワイルドカードプレーオフでは187ヤードを投げて ランでも67ヤードを走り、24から14で勝利した。アトランタファルコンズとのディビジョナルプレイオフでは、パス36回中24回成功、385ヤードで 2TD パスを投げるとともに、60ヤードを走る活躍を見せたが、28から30で敗れた。プロボールにマットライアンの代役で出場し、パス10回中8回成功、98ヤード、 3 t d 0 i n t q b レーティング147.1の成績を上げた。定年ーだが活躍した。彼はシーズン終了後 NFL より22万2000ドルのボーナスを受け取った。この金額は彼の基本給40万5000ドルの半額以上であった。シーズン終了後、A、AP 通信 NFL ルーキーオブザイヤーの投票ではロバート・グリフィン賛世。 アンドリュー・ラックに続く3位となったが、ファン投票で選ばれる、ペプシー・ NFL、ルーキー・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。2012年9月、先発 QB に指名された後、ディーバイスのゴーホースのキャンペーン CM に起用され、9月18日から CM がオンエアされた。カロライナ・バンサーズとの開幕戦では、パス効率75.8%で320ヤードを投げて、第4球に、 ジャーメインカースへ43ヤードの TD パスを決めて12から7で勝利した。第2週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦では、前年のスーパーボールに出場した NFC 西地区のライバルに29から3で勝利。第3週のジャクソンビルジャガーズ戦では、自己最多タイの 4TD パスを決めて45から17で勝利した。第7週のアリゾナカージナルス戦では、 ファンブルで2度ボールを失ったが、パス29回中18回成功、235ヤード、3td の活躍で34から22と勝利した。第8週のセントルイスラムズ戦では、自己最多の7サックを浴びて、パス18回中10回成功、139ヤード、ラン3回で16ヤードに抑えられたが、14から9で勝利した。 第10週のアトランタファルコンズ戦では2 t d q b レーティング134.6の活躍で勝利した。第13週、10勝1敗で迎えた9勝2敗のニューオーリンズセインツとのマンデーナイトフットボールでは、パス30回中22回成功、310ヤード、3td,0int で q b レーティング139.6を記録し、チームは34から7で圧勝。 この週の NFC 最優秀攻撃選手に選ばれた。試合終了後、本拠地、クエストフィールドのファンは MVP コールでウィルソンを称えた。この年、二度目のプロボールに選出された。レギュラーシーズンでは、チームを13勝3敗の成績で NFC の第1シードでプレイオフ出場に導いた。シーホークスはニューオリンズセインツを破った後、 サンフランシスコ4 9ナーズを破り NFC チャンピオンとなり、ウィルソンはチームを第48回スーパーボールへと導いた。レギュラーシーズンでは26タッチダウンパス、9ヒーンターセプトで q b レーティング101.2で NFL 史上初めて最初の2シーズンの q b レーティングが100以上という q b になった。 2014年2月2日の第48回スーパーボールで43から8でデンバーブロンコスに勝利した。2014年10月6日、ワシントン・レトス・キンズとのゲームでマンデー・ナイト・フットボールの新記録となる122ヤードの q b ランを記録した。シーホークスは第16週でプレイオフ出場を決定した。12月21日、ウィルソンは アリゾナカージナルスとの試合で、パスを20、31成功させ、レギュラーシーズンの自己記録となる339ヤード獲得、2td パス、1td ランを記録した。596ヤードのオフェンス獲得ヤードも、シーホークスの本拠地での新記録である。第17週で、セントルイスラムズを破り、NFC のプレイオフ第1シードを獲得し、 本拠地での NFC チャンピオンシップゲームまでプレイオフを戦える権利を得た。ディビジョナルラウンドではカロライナ・パンサーズを破り2005年のニューイングランド・ペイトリオッツ以来となる前年スーパーボールチャンピオンのプレイオフ勝利を収めた。NFC チャンピオンシップゲームではグリーンベイ・パッカーズを本拠地に迎えた。ウィルソンは前半は3つのインターセプトを起死し、2つしかパス成功がなく、 0から16で折り返した。パッカーズが19から7で第4球リードで、残り時間5分となってから、ウィルソンは4つ目のインターセプトを起死した。そこからチームはウィルソンに引きられて28から22のスコアで、奇跡的な延長逆転勝ちを収めた。延長で、キックオフレシーブ権を得た CE ホークスは80ヤードの攻撃を最後に、 ウィルソンの35ヤードタッチダウンパスで締めくくった。レギュラーシーズン第12週の NFC プレイヤーズ・オブ・ザ・ウィークに選ばれた。ルーキーの年から4年連続で選出されたのはペイトン・マニングに次いで2人目である。第14週終了時点で、ウィルソンは NFL 史上初めて4試合連続でパセルレイティングが138以上となった。 NFL 史上初めて4試合連続で3つ以上の TD パス70%以上のパス成功率 0INT を記録した。4試合連続3つ以上の TD パスで 0INT は NFL 史上ではトム・ブレーディー、ペイトン・マニング、アーロン・ロジャースと並ぶ最長記録である。第15週でも 3TD パス。 INT がゼロで NFL 史上初めて5試合連続3つ以上の TD パス成功かつインターセプションなしという記録を作った。レギュラーシーズンでシーホークスのチーム記録を塗り替える 34TD パスを成功させチーム史上初めてシーズン4000ヤードのパス獲得となる4024ヤードを記録した。QB パサーレーティングでもリーグ1位となり NFL 史上初めて 一シーズンにおいて、パス獲得4000ヤード以上かつ 30TD パス以上かつラン獲得500ヤード以上の QB となった。プロボールに3度目の選出をされた。プロボールでは、チームアーピンに所属し、パス164ヤード、3TD を上げて、オフェンスの MVP に選ばれた。高校を卒業後、2007年の MLB ドラフトで、 ボルチモアオリオールズから41巡目で指名されたが、ノースカロライナ州立大学へ進学した。NCWA ディビジョン1の名門ノースカロライナ州立大学では、野球も2008年から2010年までプレーした。2013年6月7日のシアトルマリナーズ対ニューヨークヤンキース戦で、サイヤング賞投手のフェリックス・ヘルナンデスを保守に仕立て、始球式に登場したが、 その際のインタビューで、大学時代、カイル・シーガー、ダスティン・ニャクリー、ジャスティン・スモークとよく対戦したとコメントした。2009年の夏には、コースタル・プレーンリーグのガストニア・グリングリーズでプレーした。2010年6月8日の MLB ドラフトで、4巡目でコロラド・ロッキーズから指名され入団。A 級、ノースウェストリーグのトライ・シティ・ダスト・デビルズで32試合に2類種として、 出場し打率232本類が11打点の成績を残した。2011年には A 級サウスアトランティックリーグのアッシュビルツーリスツで61試合に出場し打率2283本類打15打点を挙げた。2012年 NFL 入りを目指すことをロッキーズに告げてスプリングトレーニングキャンプには出場しなかった。 2013年12月12日に行われたルール5ドラフトでテキサスレンジャーズが指名した。2012年以降、ウィルソンはマイナーリーグでプレーしていないが、MLB での保有権はロッキーズが持っていたことが、マイナーで渦漏れている有望株をた球団が獲得できる今回のドラフトでの指名につながった。この指名に対して、ウィルソンの代理人は、ボージャクソンのように、 NFL と MLB の二足のわらじを履くことは考えられないと語った。2014年、レンジャーズのスプリングトレーニングに3月3日から参加。スプリングトレーニングロースター入りし、背番号は3。2月5日、シアトルの始球式に登場した。2018年2月7日に、条件等は先送りでトレードによりニューヨークヤンキースに移籍した。 同年のスプリングトレーニングにはアドバイザーとして招待されている。彼の父親は2010年6月9日に糖尿病からの合併症で亡くなった。2匹のグレートデーンを飼っている。兄と妹がいる。妹のアンナ・ウィルソンは全米で注目されているバスケットボール選手。2016年秋からスタンフォード大学でプレーしている。 2016年歌手のシアラと結婚した。背が低いことから、最初はあまり活躍を期待されていなかった。ノースカロライナ大学では、チーム練習、NFL ドラフトでは6番目に指名された、QB であった。ほとんどの人は、マット・フリンが先発 QB になるものと予想していたが、ウィルソンは先発 QB の座を勝ち取った。 NFL の先発 QB の中で最も背が低いが、スピードと判断力の良さで補っている。新人の2012年はボールを長く持ちすぎて、QB サックされるケースもあったが、非常に良い成績を残した。ウィルソンはクリスチャンで、新人深い。背番号の3は、キリスト教のトリニティ3位一体にちなんでいる。ウィルソンは、チャリティやボランティア活動にも熱心で、 シーホークスに加入以来、ほぼ毎週火曜日には、地元の子供病院シアトル・チルドレンズを訪れて、子供たちを励ましている。またドメスティックバイオレンス問題に関する、ホワイトというファンデーション財団を設立し、パス・ザ・ピースという寄付活動をしている。ヒップホップ歌手、エミネムの、ザ・モンスターという曲には、ウィルソンの状況を、グリムド話の藁を金に変える。 小人の物語になぞらえて取り込まれている。2019年6月、アメリカの経済誌フォーブスは2019年版の世界のアスリートの年収を公表した。ウィルソンの年収は8950万ドルであり、世界のスポーツ選手で6位にランクインした。レギュラーシーズンポストシーズン賞。ありがとうございます。